あなたたちがイズルトで何を聞いてきたか知らないけどね。村には村の伝統があるのよ。聖主アメノチ様の加護を受けたこの村は、数百年以上続く巫女の一族がまとめる村。時にアメノチ様のご選択を皆に伝え、時にアメノチ様への祈祷を行う聖なる巫女の村。今も巫女がいるのね。もちろん。巫女には娘がいて、その教えを受け継ごうとしていたわ。厳しすぎると感じることもあったけれど、母も娘も使命を果たそうと頑張っていたの。でも聖領はそんなことお構いなしに聖殿を取り上げてしまった。無理やり？テレサという大魔師が来て話を聞いていたわ。でもね、それは聖殿を奪うという結論ありきよ。優しい言葉をかけながら、結局は自分たちの神様であるカノ主を信じることが必要なんだって。私たちはアメノチ様を信じていただけで、他の人たちに無理強いすることなんて一度もなかったのに。巫女の姿は見当たらないけど。解読には時間がかかるかもしれんな。ある程度は覚悟してるわ。それだけの価値はあるはずよ。いや、古代アバロスト語は文法や単語を知っていれば読めるというものではないらしい。じゃあどうやって読むわけ？詳しくは分からんが、直感的な読み方ができないと正しく解読できないと聞いたことがある。直感か、厄介そうね。古代アバロスト語ってほんと終わった恋を引きずる男並みに面倒ね。クリモ先生でも革新っぽい一行がどうにもはまらないのよ。教えてもらった読み方だと、ここはサポポムチョサンチョン。読み方は合ってるけど、単純に現代語に変換すると親はトマト、子はナスが嫌いになっちゃうのよ。トマトとナスはカノ主と関係ないよね。言語構造が現代語と全く違うから、語順を変えたり文字の解釈に飛躍や発明が必要な場合があるの。言葉の入れ替え、サンさん、ポチョポチョ、ポチョムさん、ポチョムさんって読めるかな。ポチョムさん、どうしてそう思ったわけ？ここに同じ言葉が並んでるから繰り返しっぽいし、そんな風に読んだら気持ちいい感じがしたんだ。ポチョムさんが繰り返されてるか。そう読んだ場合の意味は、意味なの聖主。聖主？そうか、これがカノ主のことなんだわ。これは大ヒントよ。その法則だとすると、どうやらこの本には数え歌が書かれているようね。カノ主のことじゃないの？肝心なのは歌の内容。歌詞の意味は期待通りみたいよ。解読少しは進んだ頃かしら。宿に戻ってみるか。
古文書の解読は進んだ？ええ、坊やのおかげでね。この坊や、語学センスが抜群にいいわよ。グリモ先生の教え方が上手だからだよ。そんな風に言われると本気になっちゃいそう。は？さて、坊や、読んであげて。古文書に書かれてた歌を。はい、先生。歌？八つの首持つ大地の主は、七つの口で汚れを食って、無明に流れる血の脈伝い、いつか目覚めの時を待つ。四つの聖主に裂かれても、ミーツに通じる人あらば、熊のクーマは生え変わる。黄色の月の満ちるを望み、イミナの聖主、心は一つ。イミナの聖主、体は一つ。クーマ。カノムシを表す図と数え歌。この古文書はその意味を解読した注釈書なのよ。もったいぶらずにその注釈ってやつを教えて。ごめん、まだ数え歌の歌詞しか解読できてないんだ。そう、全部解読するにはかなり時間がかかりそうじゃの。だが聖霊の目的と狙いを知るためには重要な情報だ。時間がかかってもやるべきだろう。聖霊の目的と狙いを知る？歌詞だけでも得られる情報は少なくないと思います。図にある首は全部で8つ、1本が本体で、他の7つはカノ主の口。7つの口は汚れというものを食し、血脈経由で本体に送り、カノ主を覚醒させる。そういう性質を持つ7つの魔物をクーマと呼ぶ。はい、汚れが何なのかは分かりませんが。後半部分はどう考える？古代史はあまり詳しくないのですが、この世界を作ったのは治水家風の4聖主と言われています。でもカノ主も聖主と呼ばれている。カノ主と他の4聖主の間に争いが起こり、カノ主は封印されたのではないでしょうか。じゃがミーツ、神の意向にかなうものがあれば、クーマは何度でも生まれ、カノ主は復活する。お眼鏡にかなった同志アルトリウスがカノ主を覚醒させようとしておるとすれば、話は合うの。なら七つのクーマを探し出してカノ主の首を潰せばいい。だがクーマはどこにいる？この歌によれば、クーマとカノ主の本体は血脈でつながっている。クーマがカノ主に餌を送る口なら、血脈点に配置するのが最も効率がいいはずだ。血脈点？血脈の力が集中する特別な地のことじゃよ。この印の場所って、ねえ、この虫がいた場所に結界があったよね。まさかこの虫がクーマだと？いえ、だとしたら聖霊が捕獲していた説明がつく。あと離宮にも同じ結界があった。あれもクーマ？クーマの姿はそれぞれ違うってことか。ローグレスへ行って確かめるか。解読を始めたばかりだし、焦って無駄足を踏みたくない。古文書の中身をもう少し知っておきたいとこだけど。何か気になるのかい？クーマが生え変わるっていうのがね。
ク樹林の時と同じ感じがした。この方角は聖主アメノチの聖殿パラミデス、今は聖霊の施設じゃったか。聖殿や祭壇は霊的な力に満ちた場所に作られると聞いたことがあります。地脈点を意味している可能性はありませんか？地脈点は世界中に数多くある。クーマが7体ならほとんどの場所は外れだ。しかし決定的な手がかりもない。可能性があるなら行ってみるべきじゃないか。解読を無意に待つ気はないわ。ライフセットの感覚の正体もわかるし。ひょっとしてだけど、クーマを殺すと何？どの道確かめないとわからないか。いえ、気をつけていってらっしゃい。探索船。やんないぜ。どうしたんですか？果物テイストのありきたりなグミシリーズはみんな飽きちゃってるでしょ。はあ。だからこの島でしか取れないおカカオの実を使ってビターなチョコ風味のおカカオグミを作ったんだよ。そしたら新鮮味に欠けるし、おカカなのかカカオなのかわからないって文句言われてさ。夫も来たからこの辺りの海で取れるオツカツオの削り節をグミの間に混ぜ込んでやったんだよ。チョコの中にカツオ節。しょっぱいせんべいにチョコがけしたものもあるし、案外カツオ節とチョコも合うかもな。そう、新たな発見だったんだよ。パリパリした削り節の食感がムニムニしたグミと絶妙に合わなくて、それが逆に面白いみたいな。新しいグミも作れたのに、なんでそんなに拗ねてるんだ？そこなんだけどさ、世に広めるにはやっぱりサプライズが必要だろ。だからその最高の作戦も一緒に考えたんだ。どんな作戦？このおカカオグミを世界中のトイレに仕込む。名付けてトイレのおカカオグミ大作戦。グミといえばトイレ。みんながなんだかんだツッコミ入れて面白がると思わないか？うん、なんかおかしいけど面白いね。だろうだろう、やっぱり子供にはウケるんだよな。子供？なのに村の大人たちは下品だとかくだらないとか言って、おカカオグミは販売中止になっちゃったんだ。嫌になっちゃうだろなあ。くだらない。ああ昔は良かったな。ママにご飯食べさせてもらってバブバブ言ってればみんなニコニコして褒めてくれたのにさ。トイレでグミ探しの面白さが理解できないような大人になんてなりたくないよ。あんたは？宿の娘です。あの、
パラミデスへ行くと話されているのを聞いてしまったのですが。聖領に通報したのか。通報？タイムシ様がご一緒なのに。用があるならタイマシ様に言って。あ、聖領タイマシ、エレノア・ヒュームです。どんなご用でしょう。人探しをお願いしたいのです。ある親子が聖領の施設に行ったまま帰らないのです。二人とも行方不明に。母親はアメノチ様の巫女マヒナさん、娘はモアナちゃんという小さな女の子です。アメノチ様の巫女ということは。はい、アメノチ様の聖殿が接収されてからマヒナさんは何度も聖領に抗議しました。でもある日帰ってこなくなって、そしてモアナちゃんまで消えてしまったんです。きっとマヒナさんを探しに行ったんだと思います。その二人が聖領の施設にいると。いえ、でもあのマヒナさんがモアナちゃんを捨てるなんて考えられません。巫女の後継者として厳しく育てていましたが、本当にモアナちゃんを愛していたから。抗議のことはお許しください。どうか聖領のお力で二人を探していただきたいのです。できる限り調べてみましょう。ございます。私も母と二人で育ったものですから、一言とは思えなくて。親子か。行きましょう、タイマシ様。